兼業農家でした皆様こんにちはナビゲーターの桜です今日もご視聴いただきありがとうございます本日のテーマはこちらです大統領の土地取引疑惑で国民が大激怒支持基盤の女性層が見限り文政権過去最大のピンチに 韓国土地住宅公社の職員が内部情報を利用して都市開発される予定の土地を事前に購入していた疑惑。韓国内では大大統領も絡み今大混乱しています4月に行われるソウル市長選とプサン市長選の直前という最悪のタイミングだったということもあり大統領の与党ともに民主党が大打撃を受けています。 何より大統領は退任後の指定を立てるために自身を農業従事者と偽り釜山に農地を購入していたことが発覚それだけでは済まなかったのですがそんなあや大統領は最近開き直り農業歴11年であることを明言するともう何でもありの状態ですソウルの大統領府で仕事をしながら釜山で農業をしていたのです こちらではこのニュースについてのメディア報道や注目点また韓国や日本国内の反応など今回はちょっと複雑な話になりますができるだけわかりやすくお伝えしていきますねこの問題については3月20日付ダイヤモンドオンラインの名物コラム「韓国放置」が詳しいです元中韓大使の武藤正俊氏が解説しているのですがいかにその一部を引用させていただきます 文在政権は高齢企業職員による土地投機疑惑の広がりに大きな衝撃を受けているようであり政権発足以来最大のピンチを迎えている問題になっているのは宅地開発などを行う韓国土地住宅公社だソウル市郊外の新都市予定地区で住宅公社の職員らが政府の発表前に土地を購入した疑惑が浮上した。 特に致命的なのはこの疑惑が発生したのがソウル・プサンの市長補欠選挙の直前ということである。両市長選挙で与党系が敗北すれば政権のレームダック化が進む可能性がある。 これまでのスキャンダルで政府与党は歴代保守政権の腐敗をやり玉に上げ政権は公正な政権であることを売り物にしてきた文政権の支持率が40前後から大きく下がらなかったのはもみ消しがうまくいっていたからであろう。 しかし今回の疑惑は国民生活に密着した不動産行政そのものであり社会の公正性が欠如していると感じる国民と文政権との会議はこれまでになく拡大していると報じています。韓国国民が一番敏感に反応する不動産問題大統領は必死で韓国土地住宅公社の土地投機疑惑と自分と切り離そうとしています。 しかし野党国民の力と保守系の朝鮮日報が大統領一家の土地投機問題をを批判するキャンンペーンを展開。この疑惑に関しては同じ保守系の中央日報も頑張っているのですがあまりにもひどすぎて政権よりのその他多くのメディアでさえも遅かれ早かれ大統領をかばいきれなくなるのはもはや時間の問題だと思います。 16日付朝鮮日報によると大統領のプサンでの農地取得疑惑に対して大統領の元秘書室長だったのヨンミン氏は15日放送のラジオ番組で大統領が農地を取得するにあたり観光庁に説明した農業歴11年は虚偽ではないと述べた大統領職を務めながらも時折畑仕事をするなど広い意味での営農活動をしていたとも主張だ 元室長は大統領が野党による指定疑惑追及についてせっこくてみっともないと語ったことについては選挙を控え無責任な政治構成は自制してもらいたいという人間的な訴えだと考えていると述べたと報じています。広いい意味の営農活動っってすすごいわけですよね。ずっと 農,業農家をしていたのには驚かされましたが野党は国民の切実な声を代弁する政党なのでせこいみっともない発言は確かに国民の神経を逆撫する出現だったと思いますところで兼業農家をされている大統領購入した農地が1年も経たずに宅地に変更されているようですが農業歴11年という素晴らしい経歴を捨ててしまうつもりだったのでしょうか 大統領退任後にのんびり農業をするつもりと思いきや百歩譲って兼業農家が認められたとしても、これでは説得力がありませんよね。政権側のハンギョレ新聞では、韓国土地住宅公社は日本人の残していた資産を処分した。そしてそこの職員は、親日派、その親日派を生産していないからこのような問題が起こるのだという。 相変わらずの奇想天外な論理展開で不動産疑惑の原因を日本のせいにしています政権批判の矛先を何とか日本に向けさせようととても必死な様子がよく伝わってきますよねこの方法いつもならうまくいくのかもしれませんが今回は大統領ご本人がしっかり関わっているだけにさすがにちょっと難しいようね ところで、大統領選挙での公約通り検察改革を強引に推し進め検察の弱体化を進めてきた分、大統領、韓国土地住宅公社の疑惑は特別検察に捜査を任せています。この弱体化されつつある特別検察の捜査がどこまで及ぶのか、政府関係者にまで行き着くのかどうかが今注目されています。 昨年7月にも住宅公社の土地登記に関わる内部告発がありましたが、住宅公社はそれをもみ消していったことが明らかになっています。当時住宅公社の社長だった方は文政権で国土交通部長官を務められていましたが、3月12日住宅公社の幹部が責任を痛感する。 国民に申し訳ないという印象を残して自殺された最国土交通部長官は辞意を表明しています政権の中枢にいる人間がこの住宅公社の土地投棄疑惑に関わっていた可能性が浮き彫りになっています大統領本当に大ピンチのようですね韓国でよく耳にする政権支持率に関する世論調査 今まで40%をなんとか維持してきたのですが、それも約1ヶ月ぶりにまた崩壊してしまったようです。最近では3月15日にリアルメーターが3月第2週の週刊集計を出しているのですが、その結果によると大統領の支持率は約38%、不支持率は約57%と不支持率の方が大幅に増加した結果となっています。 世論調査会社のアーンドサーチが3月15から17日に行った調査でもほぼほぼ同じ数字補足すれば支持率が367%不支持率が581%とリアルメーターよりも悪い数字が出ていますので今年最低のこの結果大統領の支持離れはかなり深刻な様子です。 韓国では世論調査会社がたくさんあるのですが、4つの世論調査会社による15から17日に行った調査では、韓国土地住宅公社のまともな操作は難しいが、74の住宅公社による登記疑惑がソウル・プサンの選挙に影響を及ぼすが82、82%となっており、4月7日に行われるソウル・プサンのダブル市長選については、野党候補が当選すべきだと答えた回答が大幅に与党の それを超えており現政権への安運がかなり漂っている状態ですもしもこの二つの選挙で与党が負けてしまったら文政権のレームダック化は避けられません外交の天才の意味を持つ大統領ですがしばらくは外交手腕を発揮することはなく少なくとも任期終了までは国内問題疑惑の引き死で手一杯になりそうですそしてその後は言うまでもありませんよね 一つ面白いと思ったのは武藤さんのコラムにも書かれてありましたが先ほどもお伝えしました韓国の調査会社リアルメーター社その今回の調査で約3万5千人に電話をかけたのですが回答したのは2006年だったの57%だったそうです NHK が行う内閣支持率調査の回答率は60近くですので比較するとその10分の1。 日本の調査方法にも問題があるるとされている上そもそも大統領を嫌っている人は元からまともに回答するはずもなくこれがリアルメーターの数値が信用できない理由の一つになっているようです。 加えて余談ですが今回の支持離れの層は当選時からずっとムン・ジェインを支持してきた18歳以上20代の女性層が顕著らしくこの層の支持率は前週より約約下落の約34となったそ,うですそれにしても1週間で30%はにわかには信じられない数値ですよね。 全体的に18歳から29歳の若者の肯定的評価が大幅下落しており比較的情報に強くまた国の将来を担う若者からの信頼を失うことは文政権にとっては何よりかなりのダメージだと思います一度も経験したことのない国にすると大統領は就任の際の演説で言ってましたが言葉尻こそ合っているのですが理想と似ても似つかない。 本当にそのような国になってしまったことなによりも国民が一番驚いているようです。 この捨敗と不平等に満ちた現実を嘆いていたのはついこの前の3月21日付の中央日報そして文政権寄りである「半ョレ新聞」でさえ1月4日のコラムでは韓国社会を説明する新たな言葉「鬱憤社会」韓国人の43%が慢性的に「鬱憤状態この状態」を招いたのは文政権とヘル朝鮮に続き新たなキラーワードが誕生したと書いています。 大統領の功績は日韓関係を修復不可能にまで壊してくれたことでしょうかこのピンチを大統領はどう乗り越えるのか韓国国民が春の訪れとともにロウソクを持ってまた集まるのか今後の動きに注目です今回のニュース韓国からは切実な声が多く上がっているようです次にその中の一部をご紹介いたします 文政権は腐敗と書いて改革と読ませるのです。ろうそくデモでパククネ大統領を辞めさせた少年少女たちをありがとう。少年少女たちは夢も希望もない絶望の国で生きていくのです。大統領は本当に我が国の大統領なのだろうか。国民は反省する必要があります。この大統領を選んだのは国民です。 石兵ばかり言う大統領。そろそろ自分が設計生産される時期ですね。詐欺師ぞろいの政権にはもううんざり。あなたは4年間何をやっていたのですか。大統領府の人々は不動産投資を楽しんでいます。ムー災害大韓民国最悪の絶望の時代です。住宅価格を高騰させて税金も上げて庶民を殺す気ですか。 この政権はアスファルトでレタスを栽培できる能力を持った大統領。彼の退任後の行き先は刑務所でしょう。釜山ではありません。4年前よりも良くなったことは誰か思いつきますか石兵という言葉を使えば自分たちは逃げられると思っているのですか 次の選挙では、サハには絶対に投票しないように、文政権は無能であることを恥じてください。文政権の信者である若者も反省してください。大統領の顔を見るだけで怒りがこみ上げてきます。以上は韓国からのコメントでしたが、日本からも面白い意見が上がっているようですよ。 ソウルの不動産が高騰しているさなか土地開発公社職員の不祥事外交や経済政策の失敗でブッシュ大統領は四面楚歌状態のはずなのに支持率が37%もあるとは驚きですでもろうそくの出番が迫っていることは確か、大大統統領領は近いうちにに敬愛するるノムヒョン大統領に会えるでしょうね。ここまでくればもう半日しか支持率を上げる方法がありません。 竹島上陸で持ち直せますよ。せっかく持っている切り札を使わないでどうするの頑張る大統領たとえ支持率がさらに下がっても君には韓国を崩壊に導くという使命があるのだから韓国の憲政史上に永遠に残るであろう悪性。アジアのジンバブエを目指しているのでしょうか検察や司法をここまでいじったのは歴代の大統領としても例がありません。 最大のピンチというけれどまだロウソクは見えません。やはりロウソクは左派の集まりだったのでしょうね。あらゆるオンリーワンにロンリーは格の違いを見せつけてくれます。まだまだ道半ばです。このまま邁進して中国の一つの章になってください。大統領の素晴らしい外交で周りに助けてくれる友好国もいなくなりましたしね。 自,画自賛の国だから自分たちで何とかしてくださいこの方がやらかしたことは歴代の大統領の死体よりひどくそしてそれは必ず歴史に名を残すことでしょう今回は不動産土地問題で揺れている韓国を取り上げましたが最近の韓国メディアによると相場が1億円以上で高止まりしていたソウルのマンションの価格の下落がどうも始まったような雰囲気です。 不動産バブルを崩壊に導いているのは、もしかしたら文大統領かもしれませんね。損する人もいる反面価格が下がれば、不動産を買うことができる人も増えますので、これはいい兆候だと思います。今まで20回以上も不動産政策をして何も起こらなかったのに、ついに価格が下がり始めたということになりますが、任期があと1年のところ